ーブは、唯一自分で、トスを上げて自分の好きなタイミングで打てる、ショットなんですけど、まず、トスがすごい重要になってくるのかなと思います。でフラット系のサーブを打つときには、時計で言うと12時ぐらいのところに上げると一番、力も入りやすい位置だと思うので、まずはトスをしっかり自分の打ちやすいところに上げるということがまず意識するポイントと、打つイメージとしてはボールの真後ろを打つようなイメージで、打った後に左足の着地がライン、攻めてライン上または A ラインの中に入るくらい体の体重も前に使えると、スピードよりスピードのあるパワーの乗ったサーブが打てると思います。スピンサーブですが、あまりあのトスの位置がフラットスピンスライスを打つときにこう変わってしまうと相手にもバレやすくなってしまうのでなるべく、ほぼ同じトスから3種類打ち分けられると、一番いいんですけど、でもスピン系の場合は少しフラット系の時よりも、若干後ろ気味に上げるイメージ、時計で言うと11時の方向に上げるイメージを持って打つとスピンは打ちやすくなるのかなと思います。で、フラット系の場合は、体を、少し打ち終わった後に解放するとか開く、イメージでも大丈夫なんですけども、スライスを打つ場合には少し体の開きを抑えて、顔スマッシュと同じく、顔を残すようなイメージでスイングをすると、スピンはスピン系のサーブは打ちやすいかなと思います。でそれによって、体が後ろに残りやすくなってしまって着地が、私も結構ラインの真上ぐらいになってしまうことがあるのでそうするとボールにパワーが、しっかり伝わらず、ちょっと、パワーのない質の、低いスピンサーブになってしまうのでスピンサーブを打つときは、他のサーブよりもさらに、足のバネ下から上へのバネを使って、着地が、しっかりコートの中に入るイメージを持って、打っています。スライス系のサーブは、体の使い方としては、フラット系とちょっと近く打った後に体を、解放するようなイメージで打っているんですけども、トスの位置は、なるべく3種類同じがいいんですけど少し、フラット系よりもやや右、時計でいうと1時の方向に上げるとスライスは、打ちやすく、ボールを打つイメージとしてはボールの、右側を少し打つような、イメージで打つとスライスはかかりやすく、あとは打った後に、左手を少し引くようなイメージを持つとさらにスライス回転が、かかりやすくなるのかなと思います。